こんにちは、山旅旅チャンネルの柳原です。こんにちは、カモシカスポーツ本店の店長もがきと申します。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。今日僕はカモシカスポーツに遊びに来ておりまして、もがきさんとは昔、まあ、一緒にアクティビティとかは行ったことないんですけど、旧知の仲というか昔から知ってまして、で結構トレイルランニング、そしてファストハイク、かなり道具のことも詳しくて非常に面白い道具を持っているんじゃないかなと思って、今日いろいろと話を聞きに来ました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はもがきさんにいろんな話を聞きたいなと思っていて、第1弾は軽量な道具、愛用している道具をピックアップして5選という形で5つ、はい、5つ以上になっても構わない、はい、紹介をしてもらいたいと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずそしたら、まあ、どんなことをして遊んでるのか、今年はどんなことをして遊んでたのかみたいなこと、僕はこういう遊びしてますよっていうのをちょっと簡単に自己紹介を。そうですね、2024年は夏は重装登山テント泊して、はい、それ以外では日帰りの登山、うん、最近ですと妻と一緒にもうゆっくりのんびり、はい、緩めの山歩き、 あとは2024年っていうと1月2月とかも入ってくると思うんですけど、うん、まあ、バックカントリー、はいはいはい、滑り、そうだ、一緒ですもんね。テレマーク、テレマーク、はい、日帰り登山どの辺行くんですか？日帰り登山はもうどこっていうと、うんうん、どこ行ったっけな、丹沢とか、いやそういうところではなく、うん、どこ行ったっけな。奥さんとかも結構やるんですか？バッとこう 走るというか。走りはしないですね、もう本当ゆっくり歩く、ゆっくり歩く感じ、はい、東京都内とかよりはもうちょっと遠出して、うん、山歩いて、うん、下山して町泊まって、あ楽しそう、帰ってくるみたいな。なるほど、なるほど、そんな感じですね。なるほどね。はーはーはー。今年は一番何して遊んでました？北アルプスとか。あ、北アルプス、そう、うん、今年はちょうど9月か、うん、まあ、3泊4日で雲の平、あ行きましたか？降り立てから黒部郷ぐるっと、あで降り立てに降りる、そう、降り立て周回、あなるほど、で次の日富山泊まって、町泊まるっていうね、はい、町泊まるっていう、いい山旅をしている、山旅を、素晴らしい素晴らしい、はい、そんな遊びをしているもがきさんなんですけれども、じゃあどうぞ、はい、ぜひお願いします。はい、5選と5つもういきなり2つ出しちゃう、うんうん、どうぞどうぞ、はい、ヘリテージのクロスオーバードーム 2G の、うん、僕はこれ2人用クロスオーバードーム 2G2、まあ、2人で快適に寝れる大きさ、うん、自立するツエルト、テントとはちょっと私たち呼んでないんですね。うん、そうですよね、はい、うんうん、あくまでもツエルト、シェルターっていう形でご案内はしてます。ただやっぱり形状がもうテントじゃないですか、はい、うん、ね、そうですね、八木さんも愛用して、うん、使っていただいて、はい、大好き、もうめちゃめちゃ好き、はい、あの最初は結露ちょっと不安だなと思ってたんですけど、まあ、使ってるうちに結露って慣れるんだな。そうですね、そうですね、うん、まあその対策が寝れるようになるっていう意味での、うん、慣れるってことなんですけどね。そうですね、うんうんうん、はい、まあ、2G なんで第一世代があったわけですけど、うん、その第一世代よりも第二世代になって、うん、まあ、糖質制だったり、うん、そういったところの数値がいいものになったので、うん、まあ、より結露がしにくい形になって、うんうんうん、とはいえやっぱりシングルウォールのシェルターなんで、まあ、今柳原さんおっしゃったように慣れると、うん、結露しちゃうものだと思って、はいはいはい、割り切ってっていうんですか、あ、うん、はい、でまあ、それに合わせて自分の使い方を考えるっていう、うんうん、どういうふうに使ってます？結露、まあ、なるじゃないですか、はい、放置できるものであれば放置しちゃってもいいと思うんですけど、うん、なんか対策としてどんなことやってます？もう僕は放置です。あ、放置なんだ。完全に放置、はい、もうどうにでもなっていいっていうか、あそういうもんだよねこれはっていう考え方ですね。 なるほどなるほど、うん、でも濡れちゃいけないものはやっぱ持ってってはいるんで、うん、まあ、シュラフだったりもそうし、うん、着替えもそうだし、うんうん、まあ、そこはやっぱ防水の寝袋だったらシュラフカバーかけるとか、はい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 、防水袋で濡れちゃいけないものはちゃんと囲っておくとか、なるほどなるほど、まあ、そういう感じですよ、ね、あ、うん、シュラフはじゃあシュラフカバーかける場合による、場合によるまあ一泊だったら一家だし、あそうですね、はい、長い長期重装だったらまあやっとこっかみたいな、うん、最近だとシュラフも、ね、うん、撥水加工がかかった羽毛を使ってるシュラフが増えたんで、うんうん、まあまあシュラフカバーなくても、うん、結露でちょっと垂れて濡れるぐらいは我慢できるでしょう。なるほどなるほど、はい、どんなところでこれが好きなんですか？やっぱり軽さ、コンパクトさ、うん、まあ、軽さが一番こう、うん、インパクトは強いかなと思われるんですけど、うん、やっぱりこのサイズ、うん、普通のテントってこれのもう二回りも三回りも大きいしますよね、本体ですけど、うん、やっぱりこの小ささになることによって、うん、ザックの容量も変わってくる、うんうん、
やっぱそこの方がインパクトは大きいかな。なるほど。60リッターとかでがっつりテントワーク行ってた人たちがこれにガッと切り替えて、うん、いや40リッターぐらいのザックでそうですよね、いけますよねっていうのが見えてくる大きさですよね。そうですね。あと設営の速さ、はい、うん、はい、まあ、ツエルトとして紹介してるんですけど、うん、やっぱり形がテントなので、うん、もう慣れてればあっという間に一瞬で、うん、そこがやっぱりメリットに感じる部分ですね、うん、気に入ってるところです。なるほど、なるほど。でもう一個なんか使い分けてるんですね、はい、もう一個が、うん、まあ、同じテントというか、うん、そうシェルターで、こっちはヘリテージのハイレボ、うん、ハイレボ、はい、うん、こっちは完全に山岳用テントでご案内してる、うん、ダブルウォールのテント、うん、なるほど。でかつ軽量さも優先しているので、うん、960g のペグなし、はい、スタッフバッグも入れて、うん、この状態で、この状態で本体レインフライ、うん、ガイラインもつけて、うん、このセットで 960g、 1キロ切ってる重量。るペグって実際こう付属されてるやつ使ってます、それとも自分で買い替えます？僕は自分で買い替えて、はい、うん、いろいろ組み合わせっていうんですか、いろ、うんうん、んな形が今あるじゃないですか。それとこのクロスオーバードームもこちらもスタッフバッグには入れる、入れない、入れないです、入れない、こっちも入れない、こっちも入れないです、ね、入れないですよね、はい、結露ついてビチョビチョになります、ね、そうですね、理由としてはもうその通りで、うん、テント畳む時もビチョビチョじゃないですか、うん、そうですよね。でそれがまたここに入れるのがもうすごい大変で、すげえ大変でこっから結構ビチャッと、あ、そう、じわーっと染みてきて、ね、うんうんうん、中のザックの中の荷物が濡れちゃうっていう、はい、うん、それが嫌なので、うん、まあ、でも一番はこうしまいやすさですかね。しまいやすいっすね、うん、防水の袋をちょっと大きめのに入れ替えて持ち運んで、うんうん、いや絶対それですよね。このサイズになるのがいいですよとは言ったんですけど、やっぱりいざ実用面考えると何かに入れ替えてもらった方がより快適に使えるところですね。じゃあこれの使い分けっていうのはダブルウォールだから、例えば長期1泊2日じゃなくて2泊3日3泊4日っていうシチュエーションを考えた時に、心もとないなクロスオーバードームじゃっていう場合、やっぱり何泊もすると天気読めなくなってきて、はい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 、そうですね、雨降るかもなみたいなのを考えた時に、うん、まあ、軽くてコンパクトでいいんですけど、やっぱり快適にテントでは過ごしたいっていう気持ちも捨てきれないわけです、うんうんうん、っていう時にハイレボをチョイスして使い分けたりしています。山岳のエリアとかっていう使い分けじゃなくて、うんうんうん、完全に泊まる日数だったり、うんうんうん、その参考に当たる時の天候の予報だったりで判断して、はい、なるほど、こっちでいいでしょうの時もあるし、うん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 、いやちょっと怪しいからハイレボで行こうっていう、うんうんうん、それで使い分けてます。なるほど。それは多分テントダブルウォールとシングルウォールでその快適性の部分でいうと結露以外でいうとどんなところがあるのかっていうのを知らない人にも分かるように説明をしてあげてほしいんですけど。なるほど、まあ、全室のありなしとか、まあ、そうですね、うんうんうん、やっぱシングルウォールとダブルウォールっていうところでもう完全にテントの構造自体が違うので、うんうん、まあ、さっき言ってた結露もそうですし、うん、起こりやすい、うん、起こりづらい、づらい、はい、でフライがない、うん、あるっていうところで、うん、柳田さんおっしゃった前室がある、うん、要は荷物が置ける、はい、あるいは雨が入ってこないような出入りができるっていうところで、うん、プロテクションっていうんですかね、うんうん、安心さっていうのが前室フライがあることで得られるところかな、うんうん、なるほど、うん、多分カモシカの高田のババ店だとダブルウォールテントって言ったら、まあ、いろいろ多分取り扱ってますよね。 そうですね、はい、その中でもヘリテージをこうセレクトしたのってなんか どっかポイントあります、まあ、軽さ、軽さですね、うん、まずこれは、うんうん、はい、うん、でもまあ軽いテントってインナーがメッシュ部分が多いとか何かとこう軽さがあるからこそ犠牲にしなきゃいけないことってあるじゃないですか。なぜこれにしたのかみたいなのってあります？確かにこのハイレボよりもしっかりしたテント販売してます、うんうん、はいはい、ただやっぱり重量が少しかさむ、うんうん、はい、うん、あるいは大きさがやや大きくなっちゃうっていうところのバランスですかね、うん、あ、なるほどね。これ僕ハイレボはあんまり知らないんですけど、はいはい、これはインナーっていうか、まあ、テント本体ってどういう作りなんですか？テント本体はメッシュじゃなくて、うん、パネルがちゃんと四方囲まれていて、はいはいはい、十分安心感のある作りになってるんですけども、うんうん、やっぱり軽さを出すために犠牲にしなきゃいけないところはあります、うん、一番は出入り口の部分なんですけど、うん、いわゆる普通のテントって網戸っていうんですかね、うんうんうん、メッシュの切り替えっていうんですか、うんうんうん、メッシュと普通のパネルって切り替えて、はい、要はベンチレーション換気しやすいような構造になってると思うんですけど、うん、これそれやめました。あ、軽くして
したいからコンパクトにしたいから、うんうん、要は網戸がない、うん、メッシュがないんで、うん、中が蒸れやすかったり、うん、あとは換気したいなっていう時に全部開けなきゃいけないので、うん、あ、そうなんだ、まあ、ちょっと虫苦手な方とかだと虫入ってきちゃう。なるほど。ベンチレーションないってことですか。一応ね小窓があるんですね。3個かな、前に2つ、はいはい、上下つけて、はいはいはい、あと反対側にもつけて、なので全部こもっちゃうのはやっぱり辛いので、最低限影響がないぐらいの大きさでつけてます。テントはじゃあ、まあダブルウォールとシングルを使い分けていると。そうです、はい、僕も一緒です。やっぱりこれが何でしょう、うん、一番山を楽しむためにこう自分でチョイスするっていうのが面白みがありますよね、はい、僕は MSR の幅幅、ダブルオールでは幅幅を使っていて、はいはい、シングルクロスオーバーって感じですね、はいはい、でツエルト、ツエルト履くも、まあ、今年から。あ、本当ですか、うん、ちょっと気合い入れてちゃんとやろうと。気合い入れて気合い入れてそうそうそうはい、っていう感じですね。じゃあ2つ目、テントとの宿泊つながりみたいな感じで、マットマットですね、うん、はい、マットね。これはサーマレストのウーバーライトというテントですね、はいはい、僕もショートを持っております。あ、ショート、はい、あ、ショート、すごいですね、はい、ニューヤーウーバーライト100、170g、 160g ショートで、そう、ショートで170、170でしたっけ、はいはい、これ僕レギュラーです。レギュラーで、はい、まあ、183センチかな。あ、残念ながら、ね、残念ながらそうなんです、はい、これいいですよってご紹介するんですけど、うん、はい、もう売ってないですよね。あの今期で、終売か、うん、あ、そうなんだ、はい、僕ねショートここの部分が口でフーフーするタイプのショートなんですよ、僕持ってるの。お、これって、はい、あれ、あのシューってこう、これ、あ、黒ね、これが付属してる空気、ね、はい、そう、僕このパンプサックがない時のやつ。あ、そんな時あったんですか。あったんですよ。へ、うん、高いですよねショートもね。高いですね。今いくらだろう、4万しないぐらい。4万しないぐらいですよね、はい、あっけーと思って。もう買えないですね。ねえ、買えない買えないって言っちゃうのはあれですけど、なかなかちょっと手が出しづらいものになってきて、はい、レギュラーで 250g。 嘘、カタログスペックで。そうなんですか。軽いです。お、250か。売ってるマットの中ではナンバーワン軽いですか。ナンバーワン軽いです。あ、そうなんだ、はい、さっきのテントの話にも通ずるんですけど、うん、はい、あんまり僕自身が軽いの好きではありつつも、あんまり数字見ないんですよ、重量。なるほど。やっぱりこの小ささの方が、やっぱり数字でこう何グラム何グラムっていうよりも、見たまんまで、うん、ちょっとこう近づけて見たまんまでちっちゃくなるっていうんですかね。あ、そっか。じゃあコンパクトになるっていうことがもがきさんの中で重視したいのは、ちっちゃいザックだからとか。まあ、そうですね、ザック小さくできるんだったらそうして、まあより快適に歩ければ、あるいはちょっと急ぎ足、ファストパッキングみたいなスタイルで楽しめればなっていう選び方ですね。なるほど。で、ちっちゃくて重いってあんまないと思うんで。まあそうですね、確かに必然的に軽くなるんじゃないかと。なるほど、それを使ってると。僕ねちょっとウーバーライト実は苦手なところがあって、それはね、はい、調べたら、はい、寝てるとこう寝返ると結構音しません、バリバリバリって。します、しますよね、うん、これねナイロンだからだと思うんですよ。外側が、外側、 この素材自体がナイロンで、はあはあ、音しないのにいいもの、にもしないですね、しないですよね。あれはポリエステルなんですよ、はい、だから素材が違うからなのかなって勝手に思ってたんですけど、はい、でなんかサーマレストで音がしづらい、うん、なんかマットを開発して中シートが音しづらいみたいなのが去年一昨年ぐらい出たんですよね。そうですね、うんうんうん、これやっぱなんか寝相打つと分かります、音するんですよ、うん、なんか対策してますね。何もしてない、してない、気にしない。あ、耳栓ぐらいですよね。そっかそっか、うん、耳栓よくします、たまに。あ、たまに本当になんか寝れないな、風の音でとか沢の音で寝れないな。じゃあこれは気にならない。気にならないです、はい、僕は。あ、そうですか、はい、めちゃくちゃ寝返り打つんですけど僕も、うん、僕もゴロ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 転がるんですけど、音気にしないです。あ、そうなんだ、なるほどね。じゃあその辺はパーソナルなところがあるんですかね。僕はこの中のフィルムじゃないかなと思ってる。あ、フィルムか。音もしかしたら、わかんないけど。そうか、素材じゃないのか。上の素材、シェルっていうかこうね、この生地もまあ確かに落としやすいかもしれないですけど、これとその組み合わせになってる断熱材のシートが
そうなんだ、なってるのかもしれないんですけど、ユーザーさんね、見てる人詳しい人いるかもしれないんで、音する理由がもし分かれば教えてください、ぜひ、ね、知りたい。そっか、マットもちなみにこれは畳んでガサッとザックにしまう感じですか。マットもそう、スタッフバッグにこれ丸めてスタッフバッグ付属のやつ入れるの大変なんで、うん、大変ですよね。僕は付属してるこれポンプサックです、うん、空気入れ、うん、これにこっち畳んで、うん、なるほど、もうなんて言うんですか、うん、畳んだ状態で薄くして、はいはい、これをザクの背面とかにシュッと滑り込まして入れてます、うんうん、なんかこうしてこうしてくる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 ってやってね僕やってたけど、いやそうですね、そうすげえ大変なんです、1回じゃ入んない、そう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 、もう1回広げて、そう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 、ね、ちょっと曲がっちゃったからみたいな、ね、はいはい、まあ、スタッフバッグ抜いちゃえばスタッフバッグ分の、ね、軽量化にもなるし、そうですね、まあ、数グラムの積み重ねだと思うんで、うんうん、はい、じゃあ第3段目、3段目シュラフですか。シュラフですね、見えちゃったんですけど、スパークの SP1 シートゥーサミットのシュラフですね、はい、これもなくなっちゃった、なくなったというよりかはモデルチェンジ、そうですね、うん、正確にはモデルチェンジですね、はい、なるほど、これ、うん、多分、うん、7、8年前買ったのは、はい、僕も7、8年前、はい、出てすぐですよね、出てすぐですね、バースイダウンでこんな安いのかと思いました、当時はそうですね、すごいめちゃくちゃ手頃な価格帯だったんですよね、うんうんうん、まだキャラバンだった時かな、 C2 が、ああそうですか、うん、今ロストアローですね、今そうですね、そうですよね、僕ロストアローになってからですか、ね、本当に、あ、じゃあちょっとその切り替わりのタイミングですかね、うん、それはそう入れてます、入れてないです、ドライバック、ドライバック、うん、ですよ、ね、ただやっぱ当時これ買おうと思ったのが、うん、シュラフがこの大きさになります、これ夏用ですね、7度ぐらいの対応の、うん、この大きさやばいっすよね、これを僕当時どっかのショップか忘れちゃったんですけど、ショップの店員さんが、うん、シートゥーサミットスパーク1、うん、SP1、うん、この大きさですよ、うん、でレビューしてるブログを見て、あ、いや買わなきゃみたいな、あ、うん、当時はね、はい、でまあ当然いいものっていうのでカモシカスポーツでも当時から取り扱いしてましたし、撥、うん、水ダウンで850フィルパワー、うん、はいはい、高品質ですよね、うん、もがきさんから見てシートゥーサミットってダウンの質どうです、シュラフのいろんなの見てるじゃないですか、はいはい、うん、で吟味してますもんね、いろいろと、そうですね、うん、市場で出回ってる中では十分高品質なものを使ってると思います、うんうんうん、ああそうなんだ、うん、かつ値段のバランスも、まあ、今ちょっと高くなり始めちゃってますけど、はい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 、高すぎず手が届きやすい設定にしてくれてるのかなっていうので、なるほどね、まあもちろんわがままというか欲を言えばもっといい質のいいシュラフ羽毛を使ってもらうともっと例えばコンパクトになるとか、いろんな可能性あると思うんですけど、うん、僕これ買うときウエスタンマウンテニアリーの、はいはい、サマーライトかな、はいはいはい、と迷って、はい、こっちの方が全然安かったんで、まあ、これ買ったんですけど、あれも気になるんですよね、ウエスタンはそうです ね、 いいですよね、憧れますよね、ですね、ダウン製品、まあ、寝袋に限らず、ね、えなかなか高くて、これはいいポイントはマッシュラフダウンの質、ダウンの質、うん、プラス撥水加工がかかってる、うん、あと、まあ、さっき見てもらった通りのコンパクトさ、まあ、やっぱそこが軽さにつながってくる、そこに尽きるかなと、なるほど、ね、個人的には、いやそうですよね、うんうん、これをじゃあ、まあ、もうなくなっちゃったじゃないですか、はい、これと同等のものを今買おうとすると、はい、今買おうとするとスパーク7度、スパーク7度、これ 3-40g ぐらいの差でしたよね、確かこっちと SP1 と僕比べたことがあって、あそんなにね差がなかった気がするんだよね、重量363で、こっちが330とかでしたっけ、350か、はい、ってことは 13g 13g、 スペック上では、うん、まあ、新しい方がやや重たくなってる、あなるほど、ここが違いますよね、まあ、縦がね、胸のところが縦のチャンバー、うん、まあ、ヘアキルトになって、お店でこう紹介してもらうとこういう比較ができるんですねすげえな、やっぱいいな、うん、ね、まあ、ここがまあ分かりやすいですよね、うん、縦横で、うんうん、移動しづらい、そうですね、羽毛が偏りづらい、偏りづらい、うんうん、ので効率的にあったかい、うん、下は偏っていいんです、まあ、下も偏って、ね、
っちゃ良くないですけど、うん、体の動かし方で言えば、うんうんうん、寝てる時は縦には動かすかもしれないですけど、うん、横には動かさないので、うん、まあ横でも、うんうん、いいよねと、うん、まあ、上はやっぱりこういう動きがあるんで、うんうん、ずれないように縦にして、うんうん、はい、この方が体幹を温めてくれるよねと。そうですね、やっぱこっちだとどうしても、まあ、悪いわけじゃないですけど、うん、ね、だんだん薄い場所が出てきちゃったりとかして、ね、うん、なんか背中側の方をこうこっち側に寄せたいよなみたいなね、はい、うん、できないですもんね。そうですね、うん、あとはチューブもあるんでしたっけこれ。ジッパーチューブは夏用ですけど、うん、ついてる、ついてる、まあ、ファスナーの裏とかには、うん、まあ、まあでも気持ち、気持ち、はい、ちょっとああ、うんうん、あとどの辺が違うんですかね。まあデザインで見てもらう通り、うん、頭とあと足の部分、うんうん、まあ、新しい方が黄色くなってるところなんですけど、うんうんうん、これが防水生地を使ってるので、あ、やっぱりテントの中で頭と足がパネルに当たっちゃって結露が濡れてくるっていうのをまあ守ってくれる生地になって。クロスオーバードームのカヤは僕自分でレビューした時に200センチの長さだからちょっと当たるんですよね、はいはい、こういうのがあれば、うん、あ、まあ、濡れを守れると、うん、なるほど、はい、いいですね。うん、まあ、色もかなりこうダークな感じというか。そうですね、まあ、白の軽さが見えるようなデザインも良かったですけど、うんうんうん、ね、そうですね、そうですね、うん、このデザイン好みはこっちだなあ、でもいいですね、これがいいですね。あ、やっぱり今紹介してきたテント、シェルター、うんうん、マット、うん、寝袋、一番テント泊でボリュームがあるゾーン、そうですね、ボリュームがあるアイテムたちなんで、やっぱこの3つを僕はこうコンパクトにしたことによってザック小さくできたり、荷物軽くなって歩くのが楽になった、登るのが楽になったっていうことがあるんで、やっぱりなんかこの3つって大事というか。そうですね、確かに。軽量化を意識するときに、まあ一番こう変えやすいっていうんですかね、重量、重たいものから軽いものに。はいはいはい、なるほどね、はい、それはそうだ、うん、じゃあどっちからいきますじゃあボールで、はいはい、ブラックダイヤモンドのディスタンスカーボン Z の、はい、もうこれも7、8年前買ったやつですね。あー、カーボンの素材を使って、うん、かつ長さ固定、はい、要はこの長さでずっと使う、はい、なるほど、これは伸ばしたり縮めたりはできない、うん、110です110、はい、あ、僕が170なんですけど、170、うん、まあ、115か110で迷ってで、うん、短い方が取り回ししやすいよなと思って110を選んで使ってます、うん、はい、なるほど。これって身長に対してぐらいですかね、肘が90度っていうのがよく言うご案内かなと思います、うんうんうん、なるほど、なるほど、うん、でこれ長さが調整できないから登るときは短く持つとかやってます？やってなくて、逆にもう今すでにやや短く、うんうん、カメ、まあ、肘90度近いですけど、うんまあ、やや短めな感じなんですよね、うんうん、これの分やっぱ上りはこのまま使って全然問題ない、うん、あ、逆に下りの時足りないなっていう風に、あ、なるほど、は場面はありますね。あ、まあ、だからその時は頭持って、うん、ちょっとね、うん、これで先をついてゆっくり下る、うん、あんまり下持ってとか僕はあんまやってないかもしれないです。そうなんだ。これはやっぱ軽い方がいい。いろんな考え方あると思います。はい、はいはい、丈夫な方が重くはなりますけど、うん、やっぱり耐久性高いですから、うんうん、故障も少ない。例えば折れたり曲がっちゃったりっていうのがストック修理が多いんですけど、うん、やっぱカーボンじゃなくてアルミのものだったら、例えば山の現場で転んじゃって、うん、アルミだったら曲がるで済んだのに、うん、カーボンだと炭素の素材なのでバキッと折れちゃうんですけど、うんうんうん、折れちゃって使い物にならないってなっちゃう、まあ、リスクというか考え方がありますよね。そうですよね、うん、で僕はまあ自分で言うのもあれですけど、年齢もあるんでまだまだ体力はあるって考えた時に、まあ、ストックに全部を任せなくても大丈夫な筋力があるなと思って、うんまあ、カーボンでいいでしょう。軽い方がいいし、うん、長さもこのままでいい、うん、よりシンプルな方が使いやすいと思ってこれを選んでます、うんうん、カーボンポールでなぜ BD なんですか？なぜ、うん、ブラックダイヤモンドかなって感じですか、はい、やっぱ、はい、まあ、そうですね、うん、やっぱりっていうか、うん、当時カモシカスポーツで取り扱ってたカーボンのストックで、これだっていうのがブラックダイヤモンドしかなかった、うん、なるほど、はい、今だとポール何がいいですか、カーボンだったらって言われたら、まあ、いろいろあるじゃないですか。いろいろありますね、うん、
でもやっぱブラックダイヤモンドかな。ああそうですか、まあ、別に他のブランドメーカーのものが悪いとか良くないとかってそういうことじゃないんですけど、うんうんうん、まあずっと出してますもんね。そうですね、うん、そっかそっか、わかりました。持っていくことで重たくはなっちゃいますけど、うん、もう圧倒的にあると楽ですよね。全然違いますよね、まあ、四つ足なのか、まあ二つ足なのかでいうと、うんうん、まあ、四つ足とまでは言わないまでもやっぱあるとだいぶ足の疲れの軽減はそうですね、うん、あるなって思います、うん、僕も、はい、持ってったり持っていかなかったりって結構ありますね。適当なんですけど、うん、僕も今日持ってこうかな、うん、やっぱいいやっていう、うんうん、持ってった日の方が楽楽ですよね歩き方が良くなってるのかもしれないですよね。そうかもしれない、持ってた方がそうかもしれないです、うんうん、はい、分かりました、はいはい、そんな感じです、はい、ありがとうございます、はい、じゃあラストはじゃあザック、そうですね、はい、僕ねこの前カリマーのザックを背負って歩いてる人見たんですよ。わあカリマーってこんなデザインかっこよくなったんだと思って、はい、うん、結構背負ってる人見ます。どうです、僕も最近よく見るようになってきて、はい、うん、まあやっぱり流行りですよねこういうデザインって、うん、今、うん、ガレージブランドからだけじゃなくて、はい、まあ、カリマーであったりいろんな大手ブランド、はい、メーカーが軽さを売りにするというか、うんうんうん、それぞれが考える軽いザックを出し始めてきてるタイミングっていうので、はい、いろんな人に手が届くようなものになってきた、うん、その軽量化っていう、うん、まあ、UL ウルトラライトっていうのもそうですけど、はい、うん、より身近になってきてるんだなっていうところですね、うん、でこれはテント泊用のもう何でもっていうとあれですけど、普通の日帰り登山で使うこともありますし、うん、ちょっと頑張ってコンパクトにして軽くしてあそこ重装したいなみたいな時、1泊2日ぐらいだったらなんとか全30リッターこれ30リッターこれ30クリーブ30っていう、はいはい、30リッターのザックですね、はい、うん、防水ですか。防水ではないんですけど、 まあ、ある程度耐水はあるかなと、うんうん、チームテープないしね。そうですね、はいはいはい、うんうん、なんか僕30リッターぐらいのザック何にしようか実は迷ってるんですよ。あ、そうなんですか、うん、全体でこう30リッターのザック、まあ、もういっぱいあるじゃないですか。いっぱいありますね、はい、ありますよね。激戦区ですからね、うん、激戦区ですよね、はい、どうそういう、 こう全体をパッとこう比較した時の、まあ、セレクトとして今のこの時点でカリマを選んだっていうわけじゃないと思うんですけど、まあ、昔買ってるわけですもんねこれ。そうですね、ああでも去年、あ去年か、去年、あ なぜこれにしたんですか。カリマーがこういうザック作るんだと思って、どんなもんなんだろうと思って、まあ、興味本位というかそういうところですかね。やっぱりカリマーのザックってごつい、大きい、重たそう、まあ、それが結果的には疲れにくい背負いやすいザックだよっていうカリマーのものづくりなんですけど、そんなカリマーが軽量ザックを出しましたってなった時にあれ面白いじゃんと思って、あそうなんだ、まあ、その時はいいか悪いか全然考えてなくて、うん、へーと思って、うん、まあ、興味本位でちょっとじゃあ買ってみるかって言って選んだと、うん、そしたら思いのほかよかった、あれいいじゃんこれっていう。あそうなんだ、どのあたりが良いところです、まずなんか特徴を挙げると。あやっぱそうですね、背負い心地ですね、まあ、やっぱり大きいブランドさんメーカーが考えた軽量ザックって、うん、背負い心地を捨てないっていうんですかね、うん、犠牲にしない作り方になって、うんうんうん、まあ、カリマーもやっぱりそういう感じの印象ですね、うん、結構薄めのパッドで。本当だ、あでもまあまあしっかりしてますね、はい、うん、まあ、腰も軽量ザックですけどつけてあって、ああ、まあ、腰荷重っていうよりはブレない、うん、横ブレ防止みたいなイメージですけど、で、まあ、この薄いパッドがしなやかなんで体にピタッとフィットして、ね、ちょっとトレーラーね、そうですね、最近多いですねこのデザインがね、うん、ボトル僕はこっち入れて、はい、こっちスマホ入れて、はい、背中も、うん、これフレームが板状のものが入ってたと思うんですけど、うん、板とあとウレタンのフォームですね、はいはいはい、まあ、曲がるぐらい柔らかいんで、あ、まあ、体に対して追従性が高い、そういうところです ね、 なるほどね、まずは背負い心地の良さに、うん、ああいいじゃんってなって、うん、なんかあの重量があの背中から離れていかないような感じですよね、こういった。そうですね、肩のスタビライザー、うん、ねね、スタビライザーありなしは結構大きいですよね。そうですね、結構ついてないタイプが多いですね、こういう軽量ザックは。そう、軽量ザック、僕スタビライザーがない、はい、フレームがない、はい、もうこの時点で僕も除外ですね。ザックとして僕の場合は、うん、ないな。あとはやっぱり背中が僕一番汗かくと思ってて、はいはいはい、やっぱりこういう、ね、メッシュ
足でこうゴツゴツつけると、うん、汗抜けっていうかこの辺に汗だまりせずに、そうですね、ここ汗濡れてるとどん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 ね、お尻とかお腹周りまでびちょびちょってなってきちゃうから、この辺はこういう構造の方が不快感が少ないです、ね、そうですね。だからガレージブランドの結構ねかっこいいザックとかありますけど、もうねここまんま第2位だったりとかしちゃうと、はいはいはい、うん、熱いんじゃないかなって、うん、ちょっと僕は敬遠しちゃうんですよね。そうなんですね、良さそう、うん、すごい良さそう、うん、ここね僕あんま好きじゃないんですよね、こういうの。ボトル何入れます？ボトル、もうなくなっちゃったやつなんですけど、オスプレイのスポーツボトルって、ちょっとハードタイプの、ハードタイプのボトル。これ入ります？入る、ちょうど入る。ちょうど入る。あ、じゃあいい、入らないやつあるんですよ。あ、ありますね。ちっちゃすぎて、うん、ちっちゃすぎて、要はあれソフトフラスコ用ですよね。です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 、柔らかいやつ。そうですそうです、うん、あれが入るんだったらペットボトル500入りますね。はいはいはい、うん、まああとはこのシンプルな一気室の一気室でガバッと、あ、面白い。上ジッパーついてるんですね、こうやってね、ここが、うん、上がジッパーになってて、ね、ロールトップ。おー、面白い。これはどうです、実際？実際のところはジッパー使わないことが多いです。あ、ロールトップでそこジッパーの、僕初めて見ましたね。そうですよね、いらないと思って切ろうと思ったんですけど、やめときました。あはいはいはい、なんかあった方がいい時あるのかなみたいになりますね。確かに、まあ、可能性としてはもう上の上まで荷物詰めちゃったんだけど、ーロールトップ負けないみたいな時に、じゃあこれでなんとか勝つみたいな時が来るかなと思って、あ、そういうことか、切れなかった。なるほどな。そっか。それとね、なんかこのジッパーね、真ん中の、そうですね、これはこれメインコンパートメントに繋がってるんですか？そうです。繋がってるんだ、メイン。そうすると、おこれは、まあ、荷物出しやすいような設計ですよね、うんうん、上からしか取り出せないのは使いづらいんで、うんうん、下に行っちゃったものを下から取り出したいっていうのでやりやすくなりますと、はい、これは使います？使わないです。そう、やっぱ使わないことが多いです、デザインですね。でももしこのジッパーいらないよっていう人が増えてきたんだったら、ここを生地にしちゃって、うん、メッシュのこの袋1個のガバーにしてほしいな、うんうんうん、あ、そう、袋がそっか、そうですよね、はい、それはそうだ、うん、っていうのもなんかありかなと、うん、ちょっとちっちゃいんですよね。あ、そうなんだ。入れるには、うん、個人的には、うん、このフロントポッケットっていう名前でいいのかあれですけど、ここはシェルものです、入れるのね。入れるとしたら、そう、レインウェアだったりとか、羽織ってたウィンドシェルだったり、はいはいはい、まあ、さっと挟める、入れられるぐらい、そんなにすごい大きくマチがあるわけじゃないので、だからこういう店長さんレベルの人にここはシェル入れますって言われると安心感する。僕もシェル入れるんで合ってるんだと。合ってる、よかったよかった。何入れてもいいと思います。おやつ入れてもいいし、何でも OK です。ね、そうです、はい、入れますとは言ってますが、あんまり僕使ってない。ああ、そうなんだ。へえ。やっぱりもう全部こっちで完結しちゃって、こっち使わないとか、横はねボトル水入れたりストック差し込んでたり、お菓子入れてたりで、こっちは使うんですけど、でもトータル的には背負いやすいし、使い勝手のいい30リットル。なるほど。まあ、日帰りも OK だし、うん、山小屋泊ももちろん OK だし、うん、でちょっと気合い入れて頑張れば、テント泊1泊2日、はいはいはい、まあ、夏の間ぐらいですけどね、荷物少ない時だったらチャレンジできる大きさ。なるほど。30リッターぐらいで、これ重量どれくらいですか？これ、ね、900。あ、900ぐらい。900。1キロ以内で、1キロ以内で、でスタビライザー付き、ついて、フレームあり、フレームあり、うん、でこういったメッシュというか、うん、背中の汗対策もされてるっていうザクってなんか今カモシカであったりします？ブランドで言うとどの辺かなって感じです。ブランドで言うと、なんかあったかな、30ぐらいで、この辺。グレゴリーは違う。グレゴリーは違う。ない。オスプレイも違う。違う。まあ1個、あれはいいんじゃないかなっていうのはある。あるんだ。オスプレイで。オスプレイで。オスプレイで、うん、重量ちょっとパッと出ないですけど、あれ確か軽かったな。あ、そうなんだ。ドイタ。ドイタはない。30リッターはない。はい。他カモシカだとどの辺のブランドを使ってるんですか？あとラブ。あ、ラブね。とあとパーゴワークス。あー、パーゴどうです？パーゴはなんかいい話をよく聞くんですけど、ね、いい話を聞く、うん、やっぱものづくりはいいですよね。日本人に合わせた体格のものをザックで作ってるので、例えば外国のザックって、まあ、柳葉さんぐらい大きいとあんまり気にならないかもしれないですけど、やっぱ小柄な男性とかちょっと体格が違う、合わないパターンって結構あって、あ、そうなんだ。
まあ、女性もそうですけどね、うん、外国人がモデルとして作られてるザックって、うん、なるほど、合わないなみたいな、なるほどね、その分やっぱりマスプロダクトのザックは安心感が高いかなっていう感じがします。そうですね、ちょっと欲しいなって思ってたんで、探してるいいのがあればなと思ったんですけど、まあ、ちょっとゆっくりまた聞きに行きます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、な感じですかね。そうですね、はい、最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。